ということで、本日は作って遊ぼうドラゴンクエストビルダーズ、実況させていただきます私、チャチャチャと申します。よろしくお願いします。 YouTube からご覧の皆さんはどうぞ右下の高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。ニコ生からご覧の皆さん、ニコニコ生放送よりご覧の皆さんは、今からご挨拶していきますんでね、よろしくお願いします。和骨です。はい、1個目さん、ナグさん、チョペリンさん、作って遊ぼう、チョペリ、トルノさん、双葉さん、6個目さん、7個目さん、8個目さん、9個目さん、ツノニャン、メロフさん、ショッキーン、ポッチーさん、ノーコンキットさん、ルッチーさん、プチミントさん、カルビンベンソンさん、いらっしゃい。あー、肌の油ね、多分結構足りてると思うんだよな。ルッチーさん、プチミントさん、カルビンベンソンさん、呼んだな。ザックさん、18個目さん、19個目さん、わこちです。あ、初見さん、いらっしゃい。21個目さん、23個目さん、サルビアさん、25個目さん、白鸚さん、白キツネさん、ノエルさん、竜のみこさん、32個目さん、34個目さん、レンゲさん、抹茶ちゃん、ヒロさん、係長、2回呼んじゃった、山犬さん、51個目さん、54個目さん、初見、57個目さん、リンネさん、61個目さん、また来たおさん、66個目さん、シャネルさん、小雨さん、仕事中さん、ソラールさん、79個目さん、達也さん、オロさん、初見です。85個目さん、いらっしゃい。はい、姉もねさん、小手半ありがとうございます。じゃあやるよ、リムルダール編ね。おいおい、今続く楽しみにしてます。七色さん、いらっしゃい。やるか、やるか。じゃあちょっと旅の扉の向こうに行ってクエストを消化しようっていうお話だったので頑張っていきたいと思います。あ、ゆらさん、みけおちゃん、90個目さん、いらっしゃい。はい、くまちゃん、ご提案ありがとうございます。よろしくね。多分こっちの方だと思うんだよな。おもむろにオケがオケじゃなかった、切り株だった。よし、ちょっと待ってね、装備、斧の代わりはあるね。よし、じゃあ頑張っていくね。ケニアンさん、いらっしゃい。一級フラグ建築士よいしょ、今日は何のフラグでも建築しようかしら。お気に入り登録ありがとうございます。よいしょ、よし。ついでにね、ちょいちょい素材もゲットしながら行かないとね、足りなくなっちゃうからね、いろいろと足りなくなる意味深。ほい、あ、皮袋がいるじゃん、皮いるじゃん、皮、獣の皮野郎がいる。倒そう。よし、皮野郎を倒せ。あ、旅人ロック壊れちゃった。嘘でしょ。よいしょ、初見です。タイムシフトは残さないスタイルなんですか？タイムシフトは、コミュニティの詳細にも放送詳細にも書いてると思いますけど、 YouTube の方で残してます。よいしょ、 YouTube の方が画質がいいっていうのと、よいしょ、まーさん、おひろさん、やしゃ、画質がいいっていうのとずっと残るからっていう2点で YouTube に残してますね。いていて、あれ、これ死ぬんじゃない、これ死ぬんじゃない。旅人の服結構大切だったりすんの、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、怖いから、怖いから事案だから、3匹は事案でしょ。おい、1匹倒した。よいしょ、フラグ回収。危ない危ない。あいちいちいち、しびれるしびれる。危ない危ない。ちょっと待ってね、こいつも一応倒しとこう。いて、ふぅ、危ないなー。裸縛りなおだね。こっち側に、こう、あれ、こうか。こうか。オッケー。じゃあちょっとゆっくり頑張っていきますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、じゃん。ちょっと画面が見えない人がいるみたいだな。ネタバレアドバイスいりませんっつって書いてあるのに。よいしょ、黒くしとくか。あ、筋トレかざいます。画面読めない人は黒くしとこう。よいしょー、ほい、じゃじゃん、じゃーん、じゃじゃじゃ、ほい。ここは、このまま渡れたりする？あ、するね。はい、Lさん、
いらっしゃい。つくだに受け。画面、まさか画面を読めない人がいないとは、いるとは思わなかった。よいしょ。今2勝ですね。プラスさん、110個目さん。111個目さん、112個目さん、114個目さんでしょ。あ、まひばなの、つぼみだって。よいしょ。つくだにの K だね。さすがにね。よいしょ。ヒットポイント元に戻るね。116個目さん、117個目さんいらっしゃい。これなんだ。ゴワゴワした草。てつやさんいらっしゃい。しっかりしたものを思いついた。よいしょ。つるるん。ちゃ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 らちゃーん。ちゃんちゃちゃーん。ちゃらららん。よいしょ。あ、数字ってね、小手派にならないんだよね。ももんさん、123個目さんいらっしゃい。声癒される？あ、そうだ、こいつになんか麻痺治るやつちょうだいって言われたんだよね、そういえばね。そうだよね、でもそれ無視したんだよ、確か。ごわごわ。よいしょ。ね、面白くて切れないよね、これほんとね。私もそんな感じで、やめ時がわからないよ。ごわごわ。とりあえず一個ずつクエストを紹介していきましょうか。ね。一つずつ、ゆっくりと。クエストを紹介したら新しい道がきっと開かれるからね。129個目さんいらっしゃい。ネモムシおっきいよね。わ、怖い怖い怖い。ここの中かな？ここの中っぽいよね。ほい。なにこれ？なんか。お、なんだ？お前なんだ？お前なんだ？ほい。あ、いて。お前なんだ？うわー、体がしびれた。よいしょ、みはるさん、135個目さん、もなかさんいらっしゃい。あ、間違えた。間違えた。ここか？なんか現れるね。なんか現れるね。なにこれ。巣を壊さないと。こいつか。え、なに？なにこれ。巣を壊さないといけないのかな。虫キモいね。ほい。ほい。なんだお前、邪魔するな。そこをどけ。この先にアルキャプリーの巣は私が破壊するのだ。体さえ動けばキャタピーなのに負けるものか。って。じゃ、巣を壊しましょうか。うん、おー、怖い怖い。おいしそう。よし、キャタピーの巣を壊してしまおう。カメさんいらっしゃい。よいしょ。脳汁落とすかなー。足の音壊れちゃった。よし。あとこれだ。よいしょ。はぁ。熱が硬いんだよね。マヒの元凶が現れただって。ひぃ。やばいやばい。怖い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 。うー、怖い怖い。尻尾を、尻尾でしびれるな。いたー。怖い怖い怖い。怖い怖い。痛い痛い痛い。痛いなこれ。これすごく痛いぞ。146個目さんいらっしゃい。大きいね。強そう。てか強い。しびれるしびれる。ひゃー、いてっ。これまずいんじゃないですか。ちょっと待ってね、持ち物で。あ、やばい。薬草。ゴワゴワする気しかない。倒せ倒せ。押し切ろう押し切ろう。押し切れ押し切れ押し切れ。おっしゃー、なんとか押し切った。あ、依頼を達成したね。一回戻ろう。これは怖い。うぅー。え、月さんいらっしゃい。危なかったね。ご了承しちゃった。よし。寝ちゃおう、一回。あ、とりあえずこいつで話しかけるか。おう、チャネキオ、麻痺病の感染源を見つけてくれたのじゃな。拍手ありがとうございます。麻痺病の感染はキャタピラーの巣であった。キャタピラーであるとは。なんだ？なんだなんだなんだ、どうした？ここの構造がああなってこうなってそうなって。
む、病の構造がよくわかったぞ。これで麻痺の薬ができる。だってさ、さっきのおかしな動きは何じゃとって。あいや、168個目さんいらっしゃい。命の木の実もあった。本当にわかったのかな、これ。満月丸、満月丸をひらめいたよ。満月のリングもひらめいた。あちよしいらっしゃい。とりあえず寝よ、とりあえず寝よ。わーん。オッケー。じゃあ満月丸と旅人の服をちょっと作ろうか。旅人の服も作らないとこれちょっとまずいよね。裸だと動きも遅くなるし。満月を自生してんのかな。とりあえず服を作ろう。服を仕立てよう。よし、オッケー。よし、装備で、オッケー、装備して、で、こっちかな、ここだ。ほい、満月草、魚がいるんだ。魚がいるんだ。なるほどね。あしょ、魚がいるみたいだよ。じゃあ釣り竿を探しに行かなきゃいけないわけだ。ちょっと待って、あれはどこにあるんだ。あれ、私大収納箱作ったよね、確か。作ってないっけ。作ったよな。あれ、大収納箱一体どこにある。どこに大収納箱。あ、これだ。これ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 。じゃらら、満月草、180個目さんいらっしゃい。安心してください、入ってますよ。よいしょ。とりあえず命の木の実を食べる。よし、薬草系をねちょっと持っていかないと回復アイテムがないんだよね。よいしょ、ギョギョギョ、完璧なオブジェ感が全然見つからなかったね。よし、枝豆豆を、ね、ここもお、いっぱい入ってるな。いっぱい入ってるな、これ。うん、いっぱい入ってる。え、まこつ、183個目さん、184個目さんいらっしゃい。よいしょ。ダリアさんいらっしゃい。じゃあ次は、釣り竿を探しに行こう。いきます。夜中お腹すいた。お腹すいてるよ、私。いらっしゃい。メニューの持ち物からしまえるよ。でも、オブジェクトどこに行ったのかなと思って探してたもん。よいしょ。よいしょ、よいしょ。枝豆豆を食べよう。チッチッチッチー。チッチッチッチーリチー。ほい。ほいほいほーい、ほいほーい、やったった、痛い。おいしょ、じゃーん。ネイツキーとも ABGM もね、いた。おし、ちっちゃん、ちっちゃん、ほいほーい。もうなんか怖いよね、こいつの近づき方怖いよね、すげえ怖い。お金登録ございます。はい、はこっちですよ。189個目さんいらっしゃい。これか、うひゃーって言ってる、うひゃーって言ってる。なんかこの下にいるね、何かがいるね。なんだ、
不届きな人間を閉じ込めた森に入った罰としてここから出すな。だって。おお、いたいた。不届きな人間見つけたよ。なんでこんなとこに。病人雑魚だって。雑魚。シシレモンさんいらっしゃい。雑魚。雑魚一旦置こう。雑魚。抜け道あり自らの行ってる切り開け。はーい。雑魚。はあ、ほい。本当に抜け道あるの？これ本当に抜け道あるように見える？みんな快適にかっこいいでしょ。行くよ。あると信じようぜ。行くよ、雑魚。わあ、すっごい。すっごい壁。ほい。登れない。ごほごほ。まず上に通じるものを作らないといけないっぽい。力持ちよいしょ。こんな時間でも放送あるんですね。もともとねこの時間の人なんですよ、私。放送時間いらっしゃい。ほい。とりあえず一旦上に続く道をサクッと作ってしまって、まあ、ただここどこなのか全然分かってないんだけどね。ほい。かな。よいしょ。高田健二いらっしゃい。ちゃちゃちゃ。よいしょ。高田健二さんやってるんだ。高田健二さんってあれだよね、なんかラビット伊藤みたいな人だよね。よいしょ。あの適当な人。あの人やってんだ。芸能人もゲームやるんだ。なんかちょっと嬉しいなそれ。あ、しびれた。こっちがね、いらっしゃい。つるるるる。ほい。よいしょ。ちゅ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 。ちゅ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 。ちゅ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 。よいしょ。よいしょ。こっちこっち。ちゃちゃらちゃちゃ。お筋トレ開始します。なんなんなん。よし、病人を連れ帰ったぞ。ほいや。高田純次。高田純次の話じゃないの？よいしょ。別の人？誰それ？誰？高田金次誰？イワシの炭焼き、こっち食いたいだけじゃん。こっち食いたいだけじゃん。病人連れ込んで何するんですか。病人ばっかりなんですけど、一回寝よっか。じゃじゃーん。おっしゃ。さあ行くか。17歳の歌声かわいい。219個目さんいらっしゃい。よいしょ。のちゃんちゃん。うん、私の声と連動してるよ。
チャラララララ、うんうんうん、ほいほい、チャ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 、チャ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 、チャ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 、おいしょおいしょ、全然クエストが進まないね。釣り竿一体どこにあるんだろう釣り竿一体どこにあるんだろうな、ほんと。よいしょ、チュ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 ルル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 、こっちから、こっちから行くか。うん、ここでこれだな。いや、釣り竿のね、クエストがあるんだよ。だからそれを行こうとするんだけど、全然、そのクエストにたどり着かないんだよね。お、落ちた！落ちても大丈夫だ。ふふっ！え、こんばんは。クロイスさんいらっしゃい。リンリンさんいらっしゃい。キャタピラー、いて！いて！ちょっと痛い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 。ちょっと待って、怖い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 。それ怖いよ、普通に。普通にやんごとなき怖い。ほい、薬草食べとこう。じゃあ、はい、クロンさんいらっしゃい。こっちか、こっちらしいクエスト。うん、ここに一体何があるんだ。あ、あれだな、あれだ、あの小屋だ。シンクさんいらっしゃい。あの小屋だ、間違いない。あの小屋で間違いないぞよ。別にこれはこのままでいいよね。釣りはいいな。やっぱりこれだ。釣り師やっといた。ちょっと失礼しますね。じゃあすいません。じゃあ失礼します。よし。物資はいただきだ。お、人間じゃねえか。ひでえ顔だけど、お前もやっぱり病気なのか。よいしょ、数字はこてはんならないよ。よし、なに、これが生まれつきの顔だ。緑色の顔のやつに言われたくない。だってあはは、お前面白いやつだな。そんで俺に何か用か。あと5分、ありがとう。ハイパーリリパッドタイム、ハイパーリリパッドタイムです。よいしょ、リリパッドありがとうございます。はい、リリパッドありがとうございます。ありがとうございます。はい、リリパッドありがとうございます。はい、リリパッドありがとうございます。間違いねえ、それは俺のことだな。人じゃねえが、俺はこの里の釣り名人だ。リリパッドありがとうございます。よし、わかった。失礼なこと言ったわよに、俺は釣り竿の作り方を教えてやる。おお、マジか。宮古次郎、これさんいらっしゃい。ちょっくら困ってる。おお、壊しちまって、壁を修理してくれ。だってしょうがないわね。これでいいかい。まだか。あ、あっちにもあるか。じゃあ壁を修理しますね。これでいいんじゃない。あ、これもダメね。え、リリパッドの釣り名人、これでいいのか。え、これもダメ。あ、わかったよ、あそこだ。タン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 、はい、ほうほうほう、釣り友達だって。釣り竿をひらめいた。オッケー、友達できちゃった。お、金太郎、おはようございます。密室にしろとはそう、入り口も埋める巧みな粋な計らいでしょ。でもまあ、水はよいしょ、ほい、水は、あそこの水は入れる水だからな。
ここで作るんだな、釣り竿を。2学期の子がいるんだって。2学期の子ね、オッケー。ちょっと2学期の子取りに行こうじゃ。チチ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 チ。2学期の子、2学期の子。釣り竿に2学期の子ってなんか新しいね。そう、雑魚さんパチパチうるさいんだよ。どうにかしていただきたいのだもの。キノコ、ここの上にあるかな。ほいほい。うーん、ちゃーんちゃちゃちゃーんちゃちゃちゃーん。キノコのこのこ元気の子、おいしいタラララホクト。10個目さんいらっしゃい。ちゃんちゃん。あ、自然ね、この子倒しとこう。キメラの翼欲しいし、残り少なくなってるもんね。 YouTube から来た。来てしまったのか YouTube から、この地獄のニコ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 生放送に、この修羅の道とも言われるニコニコ生放送に来てしまったのか。これなんだろう。まいたけぶらしめじ274個目さんでしょ。これなに、これなに、ピンピン。まあいいや、残念だな。よいしょ。しかし、よいしょ。ほい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 。たたたたたた。よいしょ。しかし、ブナシメジは、キノコ四天王の中でも最弱。キノコ四天王の面汚しよ。ついに来ちまったか。ヒデ好きだよ。ちゃーちゃちゃーちゃ。あれ？キノコどこだろう？あっちかな？あっち行ってみよっか。返される。ぐぬぬ、エブダイなんだ。まあ、しめじ美味しいけどさ、でも弱いんだよ、あいつは。あいつはこの戦いにはついてこれないから置いてきた。しめじはこの戦いではついてこれないから置いてきた。よし。ちゅちゅ、お、踊りさんいらっしゃい。レオナルドさんいらっしゃい。ちゅんちゅちゅ。キノコないねー。チッ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 。そしめじはクリフトみたい。いや、クリフトっていうか、ケンさんみたい。ケンさんみたいな感じ、どちらかというと。なんやこいつは、ほんま。何しはんのお前。なんやねん。いる。松茸最強説。ホーストいる。マジ何も見えない。マジリアル何も見えない。これもうずるいよね。ガチで何も見えないな。若干見えるぐらい。別にここ普通に降りれた。普通に降りれることに気を使わせてくれた。ちょっと待って、焚き火を持とう。金太郎からございます。レミーラ使いたい。キノコどこだ。キノコクレヨン。遠回しな親切だったかもしれない。遠回しすぎて気づかないよね。なんやねん、まあまあまあ。
ねえ、戦ってあげる。いっぱい来てるな。いっぱい来てる。びっくりしたわ。あれなんだ。あれなんだ。あの怒りはなんだ。ね、かまってちゃんすぎるよね。光じゃないこれ。掘った後だ。光じゃなくて掘った後だったこれ。あ、キノコあった。やっとキノコあった。やっとキノコ生えてたよ。いや、時間かかったな。ニードさんいらっしゃい。あ、あそこに光がある。にょ。ちゃんちゃーん。なんかよ。よし。キノコキノコ。キノコのこのこけんキノコ。にゃにゃにゃ。はい、バギクロスさんいらっしゃい。にゃにゃにゃ。いやー、ビルダーズ面白いなー。みんな買った？これ。やってるーって人。きなこきなこ。今、ビルダーズやってますよーって人の。よいしょ。ビルダーズやってませんって人は、好きな AV 女優の名前を言ってください。ビルダーズまだ買ってないよって人は、好きな AV 女優の名前言ってください。ザキオさん319個目さんいらっしゃい。326個目さんいらっしゃい。見るのが大好き。ストーリーを終わらせてフリーでやってる。スイタさんいらっしゃい。早いね。あ、ミドルマシさんいらっしゃい。売り切れか。よいしょ。AV 女優全然知らないって言ったら全然信じてもらえません。よいしょ。シーナリーク。私は AV 女優じゃないよ、まだ。もしかしたら今後 AV 女優になる可能性はあるけども、まだ AV 女優じゃないよ。よいしょ。春名前。勉強になるな。じゃ、ちょっと釣りするね。したいけど、こいつに報告しなきゃ。釣り竿をやってくれたみたいだな。魚が釣れるじゃないか。普通の人間が長い時間の力でたらまた病気になるかもしれないって。リフレッシュできないって。釣り楽しんでって。いちごミルク。それ古くない？347個目さん。よいしょ。魚が釣れる。魚が食べれる。魚を釣ってきてくれ。めんどくさいなぁ。イワシを5匹釣ってきてくれ。だって、ここで釣れるかな？どう？釣れないか。釣れないよな。ここは？ここもダメか。釣り。これは？死んだイワシとハギイワシがある。はじきイワシ。お！イワシ！オッケー。初めてのイワシ。おっしゃ、釣れたら海水飲んでることになる？イワシの炭焼きを手に入れたって。太い枝。枝釣れた。拡散デミキン欲しいね。ほい！イワシ！わしはあのなんか水銀なんちゃらっての欲しいんだけどな。なんで掘りにいるんだろうね。あ、獲物残した。これかわいい、ありがとう。小樽寺でも作るか、じゃあ。ほい！長靴！長靴を手に入れた。なんかあそこに毛皮がいるな。太い枝。毛皮がいる。
これ場所がないって言われるんだけど、ここはいいのに。あれ、いけた。わし以外なんか銀なんちゃらっていうのがあって、それをね私は釣りたいんだよな。シスターすごいやってた。銀魚みたいな、それがあると満月眼みたいなの作れるんだよね。結構遠くまで行かなきゃいけないなら大変だな。よいしょ、ちっちゃい、ほい、太い枝、マグクダン投げてまとめて狩ろうか。拠点の周りに掘り作った。よいしょ、ゴミ通って用水路の掃除、そういうこと。ちっちゃん、また佃煮が一人増えちゃったな。ええもの逃しちゃった。佃煮が一人増えちゃった。こんばんは、ほい。なおつビルダー使ってくる。ね、今とりあえずイワシが5匹いるから、ここで釣れるイワシはね。さよなら、ほい。イワシでも釣れないな。釣れるとは言っていない。あと3匹イワシがいるんだけどな。あ、間違えた、薬草使っちゃったじゃん。タナナーナナナーナナナ、ほい。よくわかんない人も黒くしとこう。よいしょ、チャーチャ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 、ほい。そう、堀にイワシがいるんで2匹釣ったからさ、寿司作れちゃう、イワシ寿司。ほい、マグロご期待ください。長靴とかしか釣れなくなっちゃったね。もうイワシ絶滅したかも。イワシ絶滅したかもしれない。寿司あんのかな。イワシ絶滅したかも。ほい、あ、やっとできた。あと2匹。あ、もうこれ3つでいいんだ。3匹でよかったらしい。はい。よーし。ドラクエシリーズは、3が一番好き。次が6。393個目サインシャイン。ねえ、絶滅危惧種だわ。じゃ、納品しよう。じゃないの、さっき今3匹達成したって言われたのに。今3匹って書いてたじゃん。300、よいしょ、すごい、今3匹って書いてたのに。こんなの絶対おかしいよ。3匹と書いて5匹と呼ぶ。いらっしゃい。え、場所がないってどういうこと？ほい。3匹釣ったってこと？ノルマ増えた。もう最初5匹だって見て、で3匹釣れたから3匹って、あ、なんだ3匹でいいんだって。堀で割ったやつ入らない、そんなわけないでしょ。はい。うん、太い枝ばっかり。やっぱり5欲しくなったから5ってことにしてんのかな。3匹って言ったのは、あれは嘘だ。ちょっと待って、太い枝しか釣れない。太い枝しか釣れない、これ。あ、よし、来た。うぅ。イワシなんて食べられないよ。おっしゃ、イワシ5匹できた。うひょー、イワシ、はい、あげる。
ットエアでいる素材がたくさんあっても困らない。確かにね。チャラララン、テンション高いな。どうしたらいいし、まあ娯楽ないからね、こいつは。うん、魚を調理できないことに気づいた。魚を料理できる調理部屋を作ってくれたって。ノリンの設計図。もう調理場あるのに。また作るの？こいつすごいさ、あれじゃない？わがままじゃない？よいしょ。こいつすげえわがままだな。まあいいけども。ここら辺にする？じゃあ。ほい。よし。金太郎からございます。ねえ、わがまま。よし。ほい。だんだん。よいしょ。作って食わせろってことかな。ほい。うわー、現れた。のぞけよ。よし。びっくりしたー。よいしょよいしょ。ほいほい。こっち移しかしら。よいしょよいしょ。よよよ。あとなんだこれ。あ、間違えた。こうだね。あとあれ、一個、土足りないって書いてあるの。こうか、土。あ、こうだ。壺二個と焚き火一個。焚き火さっきパクってきたやつあるからね。毎日俺のために魚焼いてくれ。告白か。さっきパチってきたやつあるからな。で、料理用焚き火。ここに料理場あるんだけど。この料理場もう解散かな、じゃん。しょうがない。解散だ。解散だ。よいしょ、よいしょ。こけ魚？持ち物、持ち物。魚料理専用キッチンなお。こうでしょ？こうでしょ？こう。壺も作らないといけないんだよね。よいしょ。解散だー。よいしょ。あとなんだ。この上に収納箱。で。で。台所。月の机が3つとクッション椅子が2つと生け花が1つ。長靴があるの。待って、壺が2個、生け花1個、木の机が3つ。とりあえず作ってみよう。作業場に行って、ほい。いつもいるよね。魚料理できるよ。あ、木材が足りない。中間素材作るか。いや、なんで調理室に花いるんだろうね。こんがり魚。いけばな。インテリアみたいな感じ。中間素材。
いしょ。夢のキッチン。ピューン。木の机3つだったか。3つだったの。院内食堂。違うんだよな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 。てか壺があれなんだね。壺が外にあっても行けんだね。そこにびっくりなんだけど。違う、そうじゃない。食堂にしてはシスト。集まってきたね。あしょ、いやまだなんだよ。まだなんだよ。よいしょ。出来花だ。じゃんじじじ。よいしょ。うんうん。よいしょ。じゃーん、無理の設計図完成した。パンパン。いた。やっほーい。ついに調理部屋を作ってくれたんだな。おもっちゃいらっしゃい。俺だって実際考えたんだぜ。もういっそ生で魚を食っちまおうかなって。けど俺にはその勇気はなかったのさ。笑ってくれよ、情けないやつだなって。こいつ情けない、情けねえな、ノリン。お前ほんと情けない。よし、60個みたいでしょ。はいはい。ざっこ。はい。だが待った甲斐があったぜ。これでやった魚料理にありつけるってわけだ。追い込んでいくスタイル。そうそう、魚ってのは栄養満点だ。病気の患者にも役立つ食い物のはずだ。魚料理を作って病室の患者たちにも食わせてやってくれよな。よいしょ。はい、鈴さん475個目さんいらっしゃい。魚いるって言ってたやついたっけ。見てみよう。魚いるって言ってたやつ、満月草、イワシの炭焼きってやつ、炭火焼きって言ってるやついんな。イワシ釣るか。イワシの炭火焼きとか言ってる雑魚がいるから、炭火焼き作るか。ナナンさんいらっしゃい。ブロック面白いよ。おいしょ、おっしゃ、イワシ、これでいいや。イワシゲーだね。一個あればいけるかな。いけると思って。やってみましょう。え、480個みさんいらっしゃい。ほい。あ、いけたいけた。雨降ってる。雨降ってるのに病人寝てるよ。よし、はい、一晩煮てみるぜ。まだ動けない。かゆかゆかゆ、ま、頭が痛い。あと満月そうなんだよね。満月丸。シビアの音はあそこの患者がしびれてるの。484個目さんいらっしゃい。かゆま、満月丸やりたいんだけど、この銀の遊ぶ魚っていうのをちょっと釣りに行こう。うむ、釣りに行くぜ。銀の遊ぶ魚というものを釣りに行くぜ。よいしょ、釣りに行くぜ。エルちゃんマジ行こう。うんうん、あと釣るだけだな。どっから行こうか。青いところから行こうかな。すごい釣り竿とかあるかな。小金庫500円で買えたりするかな。よいしょ、頑張って探してね。オッケー。
探すわ。まずここ、こことかどうや。ほい。よっ。ポケモン。ほい。太い枝。何ボールとか出てるよね、これね。ほい。イワシ。あ、ここイワシだった。ここイワシだったわ。じゃーん。じゃーん。はいはい。魔法魔法。あ、ここは、ここ、ここ。ここ良さそう。ここやってみよう。水の質感がちょっと違うんだ。ちょっと何するがいい。何するがいいね、こいつ。うんこ、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 うんこ。うんこ。視力アップされなさい。何カスケード。ここも、あい、テクさんごてはざいます。このイモムシ野郎が。ここもイワシだった。もうイワシしか釣れない。よし、探すぞ。こうやって探していくのも楽しいからね、こういうゲームは。お、この魔法野郎が。探す探す。あ、今いらっしゃい。そんな大層なもんでもないくせに。じゃーん。よいしょ。うんこ連呼してる。うんこうんこ。ブラジル人。てっちゃん。なんだこれ。鍵。釣りするための場所がない。ここ鍵がいるんだって。鍵。それっぽいないな。よいしょ。いて。ん ?What happened about just now? Shout voice? 514個目さえいらっしゃい。さっきね、うんこが絡んできたからね、うんこって言ったんだよ。うんこって言い方わかんないや。あ、ハイパーうんけいタイム、ハイパーうんけいタイムです。釣りしてる。ハイパーうんけいタイムです。ここどうだろう。起きてるんじゃない。おっと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 。うんけいありがとうございます。うんけいありがとうございます。いた。よいしょ。うんげい533個目さん、人気者さんいらっしゃい。これここいいんじゃない。うんけいありがとうございます。ここいいんじゃないかい。ほい、イワシ。イワシ。イワシしか釣らない。イワシゲ。餌か。いやでもなんか、餌とか言われてないしな。ちょっと池みたいなとこない?池みたいなとこで釣れたりしない。あっちゃ。釣れたりしないのかな。あ、うん、言わなくていいよ。うち一人で探してるから言わなくていいよ。てか、むしろ言わないで。よいしょ、言わないで。何も言わないで。よいしょ。イワシしかねえ。だってイワシしかねえってやってるから。じゃーん。よーし。ちゃ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 ーん。ちゃらちゃーん。ちゃーん。ちゃらちゃらちゃーん。はい。色違いのイワシを探すか。尻尾が弱点、もうやめてよー。尻尾が弱点とか言わないで、いらっしゃい。え、ギギさんいらっしゃい。うん、予想コメしても全部 NG ぶっ込むから。つくだにしてっからね。一回で NG すっから。ほい。ちっちゃら。ここどうだ、ここ。間違えた。こっち来たな。ほい、ほい、ほい。おいし。ここ
いい味出してそう。海でもないし。ほい。おー、来た来た来た。深夜がね、佃煮多いんですよ。深夜に来る人、おー、結構ある。来た来た。来たか。刺身がいい？いらっしゃい。痛い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 。キャーちゃーん。弾きまわろう。ちょっと！お前。まあ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 。よいしょ。夜にしか釣れないってか場所じゃない？わかんないけど。わかんないよ。もうたくさん釣っとこうね、これね。麻痺作るにはここに来なきゃいけないってことだから、これたくさん釣っとこう。釣ろうとしてたのに。よいしょ、エバレンさんいらっしゃい。よいしょ、スライムを釣り上げてしまったって。何それ、スライム釣り上げてしまったって。なんだそれは、新しいぞ。お金登録ありがとうございます。なんでいるんだろうね。ちょっと、お前なんてこと。釣り堀作る？ファークさんいらっしゃい。よいしょ。釣りしてる時に攻撃させるの嫌だね。水遊びしてたのかな、溺れてたのかな。イワシ、イワシ来た。イワシ、またお前か。いい加減にしろ。どんだけイワシだよ。待ってない待ってない。イワシ、お金太郎ございます。もうなんでイワシしか釣れなかった。イワシしか釣れなくなったんだが。あ、やっと釣れた。あ、また来た。いい加減にしてくれ。よいしょ、釣れた。ハイパーイワシタイム。
ったっけな。あつし候補会ございます。徒歩で来て徒歩で帰る。あつし候補会でございます。ないなーないなーないなー。うん、ここつここ会でございます。いて、あ、やばい、危ない危ない。よいしょ、チュールチュール、いて、よっしゃー、ここつここ会でございます。盗賊やっけー。勇者って盗賊ってことでしょ。勇者なんだから勇者の子孫は盗賊に決まってるじゃん。ダメージ受けるよ。ビリビリするって動けないって。今だ、今です。ビリビリして動けないらしいので今です。チュルチュー、チュ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 、おっしゃー、逃げろよ逃げろー。チャーラララララララ、あれあれ作業台じゃない、ラフレシアだ。作業台じゃない、アクエリラフレシアだ。よいしょ。あなたはどのコンソール持ってますか。 PS3 PS4 PlayStation 3 PlayStation 4、Xbox、Wii U、3DS、PlayStation Vita、PlayStation ポータブルです。よいしょ。え、何持ってたっけ？チュ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 。え、スーパーファミコンと、ファミコンと、チュチュ。石の音、壊れちゃった。ほい。チュチュ。あ、なんか強そうなやついるよ。よいしょ、すごい。何がすごいの？なんか強そうなやついるよ、そんなことより。あ、作業台発見。作業台発見。オッケー、キメラの翼。作ったぜ。これから、買うゲームで、買うゲームは、進撃の巨人。買う。狂乱の杖。進撃の巨人とダークソウル3を買う。確信、いらっしゃい。よっしゃー、ワンダスワン、すごい飛んでいってんな。あ、混乱したって、混乱した、混乱した、混乱してる。おい、ちょっと待って、死ぬ死ぬ、ベースに殺される。怖い、これ怖いね。 I have 3DS PS4 Xbox One PSP ゲームキューブ。ゲームキューブ懐かしいな。ほい、イオナズを唱えようか。ゲームキューブは実家だわ、さすがに。ほい、キメラの、やめるときも健やかなるときもキメラの翼を使うことを誓いますか。誓います。よいしょ、チュチュチュ。いや、これね、これね、よいしょ。どういうことなの、わかんない。わかんない。9個、満月丸9個、誓いまーす。よいしょ、キャビネット置いとこう、キャビネット。よっしゃー。で、やめるときも健やくなるときもチョッキ。
満月丸どれだ。これは満月丸。来い。満月丸。さっこの地球治療が終わった。完了した。よーし。治療完了したのはですね、お疲れ様でした。しかし。必要な治療は終わったはずなのに感知しない患者様が多くいらっしゃいます。あとは十分な睡眠で回復するのでしょうか、それとも何か別の原因が。一部の患者様が上事で言ったウルス様というのは確か元老様の弟子だったはず。ひょっとすると何か関係あるのでしょうか。おう、申し訳ありません。私としたことがこんな時に取りぬ足らぬお話を。だってすっかり忘れた。作ってみていただきたい。衣服の乱れは心の乱れ。あ、衣装部屋作れって。わかりました。こんな衣装部屋作れって。もうやれ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 、うるさいなこいつら。ね、ザッコさん直したのにまだうるさいよまだうるさいよ。てかもうそろそろさ、場所足りないよね。そろそろ場所足りないから解体しよう。解体や。解体な、解体な、うれしいな。キサキサシュプ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 ポのお声、山を越えた、に越えて、はるかの街までやってくる。ヘロー、ヘロー、ヘロー。解体だ、解体だ、楽しいな。匠のリフォーム術。これハテナブロックでしょこれ例えたらキノコ出てくるんでしょ。どんなゲームですか。どんなゲーム。街、あの落ちてる人間を拾ってきて育てるゲーム。よいしょ。そこら辺に転がってる人間を、よいしょ、拾ってくるゲームだよ。いっぱい拾ってきて、4人、もうね、6人ぐらい拾った。ほい。ほい。よいしょ。出たー、拠点を狙うモンスター。うせ、入ってこれない。彼氏育成ゲーム。スラム街かな死体運びゲーム。死体になりかけてるやつを運ぶから、まだ。死体には、死体は運んでない。なりかけてるのを運んでる。よいしょ。ほい。どれにしてんの、働かしてんの、働かしてんの。ほい。よし、オッケー。じゃあ、これか。素敵な衣装部屋、これだ。この辺でいいかな。ほい。よし。ちょっと待って。私も寝よう。寝ようと思ったけど、そうだ。足りないんだ。圧倒的に藁のベッドが足りないんだよね。圧倒的に。圧倒的。藁のベッドの足りなさが圧倒的。ちゃちゃちゃーん、イエーイ、お金取ろうございます。拠点レベル3になった。送り人イワシゲーって結論出たでしょあいつら、あ、起きた起きた、一人起きた。まだ起きないな、3人。が起きた。ザッコだけ起きた。お筋トレ、ございます。病気が治ったみたいだべ。チャネキさん治療してくれてあんがとな。ザッコさん、ついにおいら病気に立ち向かう人間ってのを初めて見たの。あんたらほんと素晴らしいで。あとはまた起き上がれねえイルマを助けてあげて。オイラたちと違う病気なのかもしれない。
だってよ、ずっと体が痒がって血が出るまで全身かきむしってやがんだぞ。お金病気だべ、なんとか治してやれっといいんだけど。腹減っていらっしゃい。お、命の木の実だ。早速食べよう。ね、こいつは何？何？お前は何？うん。あ、町発展した。待って、発展した、発展させろ。あ、もう発展してましたねみたいな感じ。患者たちはこのまま様子見るしかあるまい。研究していこうって。分かった。乾燥肌かもしんないね。アトピーとか、あと、あ、戦闘してくれって言われてるけど、やだな。戦闘してくれ、やだな。とりあえず寝室をね、ちょっと大きくしようかなと思ってます。寝室を少し大きくしようかなって思ってやってます。今わらのホテルにしてしまおうかなと。ほい、よいしょ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 。まず外堀を埋めていって、外堀を埋めていって、よいしょ。ニワラの寝室が大きくなった。よいしょ。よいしょよいしょ。何がマイナス10ポイントになったの？まあいいか。なんかマイナス10ポイントになったんだけど、まあいいや。ね、後からいろんなもん作ってって言われるの大変なんだよ。拠点というのはものすごく限られているのに、大きさがあれやこれやって言ってくるの。かといって2階建てだとめんどくさいじゃん。2階建て1階で済ましたいってなると場所が足りなくなっちゃうんだよね。ほい。よいしょ。よいしょ。今回は2階はまあでもそのうち多分しなきゃいけないぐらい作らなきゃいけないから、結果的にしそうな気がする。もうだって場所ないもんね。あと何があるんだ？仕立て台とクッション椅子と竹べと藁の扉だそうです。よし、じゃあちょっと作ってくるか。チュッチュッチュッチュ。仕立て室はあそこにあるんだけどな。タークいらっしゃい。地下作ったことない。よいしょ。クッション椅子、仕立て台。あー、木材と紐がいるんだって。木材、紐。お母さん誰だ？榊さん、ご提案でます。772個目さんいらっしゃい。仕立て台、ガチャガチャ。よいしょよいしょ。じゃあ仕立て台が1個できたので、仕立て台でクッション椅子、わらが2個ね。わら2個だけどさ、1個さ1個出れなくなっちゃってるね、これね。シエルさんいらっしゃい。焚き火と藁の扉2個。よいしょ。トラップだよね。出れないよね、片方。寝室直通。あー、そっか、寝室にも扉を作ればいいのかな。クマおはよう。寝室にも扉を作っちゃおうか。
監禁部屋。寝室にも扉を作っちゃえばいいんだ。じゃあちょっと一旦破壊します。よいしょ。なんとか通れる。オッケー。なんとか通れるね。あ、焚き火つくの忘れた。ずいぶん進んだよ。焚き火焚き火。よいしょ。二重扉ね。よいしょ。焚き火焚き火。寝室にならないんだもん。だって拍手になります。いい感じ。焚き火2個あるし焚き火2個あるし、しょうがない。ここにももう1個焚き火置こう。はい、じゃーん。達成したけど戦闘しなきゃいけないっぽいの。はい、はーい、じゃ戦いまーす。お金取ろうかいざます。拍手あざーす。ドーン。そういえばさ、ないか。これこれ、まあ上がってこれないんですけどね。あ、上がってきた。嘘、上がってきた。上がってきた、マジか。おいお前ふざけんな。上がってきた、マジだ。おお、びっくりした。上がってくるマジか。バトル開始前に戻りますか。だって復活した。うわー、これやばいな。あ、ここか。ありがとうございます。甲骨。あつし、ここか。ありがとうございます。ちゅぬぬ。あつ、あ、農家農家。よし、頑張ろう。罠作りたいんだけどな。出た出た。じゃんじゃん。おー、痛い。村人頑張って戦ってよ。村人頑張って戦って。私上 に逃げてるから。村人が戦えばいいんだよこれね。あと3分まだじゃん。村人が戦えばいいんだよこれ。頑張れ頑張れ。じゃーん、オッケー、ナイス。
れます。痛い。おっしゃ倒した。なかなか厳しいぜ。またキャタピラー軍なんだ。おい、みんなおいでよ。リカントマルムだ。リカントマルムは困るんだよな。おお。うう。痛い。混乱したー。やろー。やめてくれー。混乱怖いんじゃん。わあ。うう。てか壊されたし。待たないよ。おおー。よかった。ありがとうございます。いや、ほんとよかった。おい、村人も拍手してるね。夢見てる。また夢だ。二章大変そう。ハイパー白チュームタイム、ハイパー白チュームタイムです。お金登録ありがとうございます。ハイパー白チュームタイムです。チャララン、チャンチャ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 ン。白チュームありがとうございます。チュチュチュチャンチャチャンチャンチャララン。白チュームありがとうございます。チャンチュ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 ルルルルル。じゃあ、ありがとうございます。うん。鉄の斧、560ゴールドだ。早速装備するかな。あんただけの特権だ。白昼夢ね。姉さんの町の曲だね。遠い記憶のようだ。しかし自分の記憶かどうかはわからない。なんと。よいしょ。一生部屋できた報酬はもらえなかったね。ハルバに行く。農業の記録を祀られており、ふーん、作物を自分たちで育てると。よいしょ。泥棒用にしてる。目的地できたぞ。じゃあこの衣装部屋は、あ、これ飲食堂だ。これじゃなくてこれか。衣装部屋、仕立て更衣室。これか。仕立て更衣室が2つもあるぞ。仕立て更衣室2つもあるぞ。よっ。
しのぶのしのぶさんいらっしゃい。もともと多分作ってたんだと思う。私が間違えてももともと作ってたんだと思う。よいしょ。だぞ。いや、ちょ、あとお腹が空いたぞ。お腹が空いた。ヤッホーいらっしゃい。これ新しい町、2個目の町かな。よし、イワシ食べようか。見えない、取られないもん、取られないもん。ほい、よっしゃー、チャラララー。なんかやってきた。新しい土地に患者様がいるから。実はまだ聞き目が言えず、ずっと苦しんでる患者様を見ると私はつい考えてしまうんです。長い苦しみが続くならば、いっそ楽になった方が幸せではないかと。なんていうこと言うんだこいつは。ゆうちさんいらっしゃい。湧いてきたね。はーい、新しい人もお願いって。元老はとエルはできてんのか。元老はとエールができてるんだって。水の栓、水をきれいにする装置を考えて水飲み場に置いてくれ。浄化の噴水。なるほど。バカにしてない。絶対にバカにする。絶対にバカにしちゃうから、いいえって選んだら話続かなかった。本当にそう思う。俺頭が良くなりたいんだ。こいつバカだよね。頭が良くなりたいんだって発言自体がバカだよね、これ。バカだよこいつ。バカバカ。魚がたくさん食べれば頭が良くなる。調理台作ってくれて教えてくれ。やる。新しい調理台を作れ。どういうこと？調理台を作れ。これか、レンガの料理台か。これを作れってことか。レンガとかないしな。チャレンジ申し込もう。錆びた金属。頭がぐっさっくりする。薬があるよ。DHA かな。魚を食べると
住むんだっけ、忘れちゃった。そうだ、水の浄化なんちゃらっていうの、下手の方かな、下手の方かな、水の浄化なんちゃらっていうの、しっかりしたのでも作ってみようか。懐かしい、レンガ中間素材、稽古着、あ、稽古着だって、見返しの服、お、いいじゃん、なるほどね、うん、移動速度も上がるしな、よし、稽古着を作ろう、よし、装備、稽古着、お、いいんじゃない、稽古着、稽古着いいじゃん、魚さんま、浄化、水を浄化するものを作りたいんだが、んー、どこで作るんだろう、ここか、もしかして違うな、これで作る、そんなわけないな、うん、水を浄化させるものを作る、これか、浄化の噴水、砂利石、密林の葉っていうのがいるんだ、これ面白いよ、966個目さんいらっしゃい、密林の葉っていうのがあるんだね、あと砂利石と、まあとりあえず行きますか、赤い扉へ、これ密林の葉じゃない、あはやっぱりいきなり密林の葉だった、アマゾンかな、ほい、あと砂利石とかもいるんだよね、あ、銀だ、初めての銀、砂利石って多分これを破壊なんだけど、あー、なかなか手に入らないな、砂利石、先生おしゃれだね、金太郎ございます、ジャリーシーってイメージ的になんか低確率ってイメージだな、もしかしてこれだとダメなのかな、大きずしじゃないとダメとか、ダメなの、どのうちダメじゃん、
ましょう。素材もね、取るんだけど、なんだろう、でも全然マイクラと違うね、これ。晩ご飯、そう、晩ご飯。あ、壊れちゃった、石の斧。ないかな、石の斧。あ、石の斧もうないや。大きい土でも銀取れる。すごい発見だ。一回戻るね。砂利がちょっと集まってないんだけども。砂利がちょっとまだ集まってないんだけども。よいしょ、一回戻る。キャンペーンやってんのかな？どうだろう？よいしょ。チュルルルルルル。お前らが卑しくも床で寝ている間に私はいいところで寝てやるぜ。つあー、下民どもが卑しくも藁のベッドで眠りにしてる中、私はふかふかのベッドで寝てやる。うひー、綿毛がいるのか。綿毛がいるのね。お腹がぐるぐるなっとるな。お腹がぐるぐるなっとるな。よいしょ、金太郎からです。うー、なっとるなっとる。ご飯大事だね。お腹空いちゃった。よいしょ、ほい。石の斧作れない。木材があるのね。ちなみに、された金属もまだ手に入らないんだよな。まあ、またりやっていこう。粘土、木材も、あ、木材あっちからすぐ取れるじゃん。チーチー、聞こえてないならよかった。あ、間違えた。これ欲しいの？お金ないの？働けばいいんだよ、働けば。働いちゃえばいいんだ。お金がないなら働けばいいじゃん。あ、砂利あった、砂利。砂利は色が白いんだ。砂利石は色が白いことを覚えたぞ。よいしょ。働こう。労働する楽しみをやろう。よいしょ、覚えよう。労働は楽しいぞ。私は仕事辞めたいけどね。私は仕事辞めたいけどね。今すぐになる。よいしょ。たったん、働いた金が家計に聞ける。それはしょうがないな。それはしょうがない。課金に消えるならしょうがないな。いて。タララララララ。チャララ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 。よいしょ。そう、課金に消えるからしょうがない。あれでしょ？だってさ、お金払えば無料でガチャもらせるんでしょ？すごくない？最近のさ、スマホゲーってすごいんだよ。お金さえ払って課金すれば無料でガチャ作れん、回せんだよ。すごくない？お金さえ払えば無料でガチャ回せんの。無料だよ。そう。マジかよ、すげえ。そう、3000円払うと無料で10連ガチャさせてくれるの。すごいよね。マジすごい。最近の課金ゲーすごいわ。最近のスマホゲーはやばいわ。またモンスター来た。石の斧、基本無料と聞いて坂田さんやるんすよ。よしな。青木土が地面掘ってる。地面掘ってる。
地面掘ってる。デレステミンの発言めっちゃあった。浄化の噴水カンカン。一応戦っとくか、やつらとも。こんにちは。出てこいよおいお前出てこいよ。あと君邪魔だからね君邪魔だからね。ねえこいつ邪魔なんだけど、ハマってるんだけど待てて邪魔なんだけど、もどかしい。わあすごい壊されてる。なんでそんなことするの。すごいことになってるこれ街中水浸したよこれ。街中水浸したよこれ。すごいな、逆にすごいなこれ逆にすごいぞ。おいしょ。おいしょ。塞ごうか、念のため塞ごうか。おーこれは激しいな。お金取ろうかございます。大きくチームの5分の命。危ない危ない。なんか一人一匹落ちっぱなしだけどこれ一匹落ちっぱなしだけど誘導できるかな。まあいいか、ほっとこう、ほっとこう。そうだ、ほっとこう。お金取ろうかございます。血管工場落ち、浄化の噴水を。イエーイできたよ。すごく綺麗な水じゃないか。浄化の噴水を置いてくれたんだね。ありがとう、茶ネギ。こんな綺麗な水、病気で死んだじいちゃんも飲ませたかったよ。綺麗な水があれば美味しい料理が使える。また病気が治らない患者だって役立つはずさ。一応伝えておく。病が治った患者たちでちょっとした武器のアイデアを考えておいてね。浄化装置の近くのバケツを使えば組めるはず。おじいさんだって水浴びしたい。よいしょ、バケツ使ってみようか。あれでもバケツどっか入れちゃってんだ。バケツ持ってないね。多分どっか入れちゃってんだな。探すかバケツ。よいしょよいしょ。起動しないの。そうなの。あ、起動した起動した。これいいよね。よし、どこだどこだ。バケツはどこだ。バケツバケツ。バケツないね。
バケツがない。よくわかんないもん作っちゃうな。よし、バケツどこだろう。バケツバケツ、まだは壁扱いだよ。バケツないな。ガラス瓶いけるかな。ガラス瓶で水汲めるかな。詰めない。グリーン。ここか。あれ、バケツないな。はい。バケツね。ところこれでしょ。なかった。ほら、ないない。バケツ作る。あった、1個って書いてあるけど。水。うおー、ねえねえ、よし、きれいな水を。使えないじゃん、きれいな水。きれいな水使えないじゃないか。よし、じゃーん。じゃらららら。なんかこれやだな。なんかこれやだな。押した、めっちゃ怖い。作れた。殻の皮の盾ってあれだよね、腹減り半分だよね確か。皮の盾って確か腹減り半分だよね。原画料理台よいしょ。それはトルネコとかで、そういうツッコミないの。それはトルネコだよとか、そういうツッコミないのねえ。よいしょ、シーでしょ。買えないよ、買えな買えな。買っておしまい。それはトルネコだよ。はい、菊池さん、遅い、いらっしゃい。チュー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 。何のやつか思い出せなかった。これなんだ。カニ、カニだ。まあ、美味しくなさそうな色のカニだ。美味しくなさそう。わあ、わあ、なんかいる。いやー、いやー、ご飯食べないとお腹が空いた。いや
な、ここらへん。うわー、めっちゃ人増える。めっちゃ人増える。人じゃないけど、カニだけど。カニ増えすぎ。うわー、やっと一匹。2匹。よし、よし。人面図来たね。うわー、なんか新しいの出た。超大変これ。うわー、超大変だった。うわー、ひどいよね。ほらなんだ、うんたいがにだったね。初めてのハートフルーツ、ギリチョコ。あの、あれでしょ、バレンタインデーに渡された。でしょ、勘違いするやつでしょ。またかい。カニ食べ放題。チッチャラチッチャラチャララララな。よいしょ、作業台がある。なんか作れるかな。何も使えないな。ここの上行ってみようか。ほいほい、チュッチュン。置けばいいんだ。置けばいい。よいしょ、サソリしかいなかった。ほいほい、ほう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 、ほいほいほい、下取ってくの声がちょっと上から取ってく。あそこになんかいろんなものがあるからちょっと行こうか。なにこれ、なにもの謎い、謎かった。この上なんかあんのかな。うんうん、今日はねここまでにする。なんだこれは。寝た。おやすみ。あー、新しい、や、メイキメラだ。メイジキメラかなこれ。いつものキメラじゃない。わー、また寝た。いつものキメラじゃない。はあ、おー大変だこれ。大変だ。登れないぞよ。登れないぞよ。よし。ほい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 。こんばんは、いらっしゃい。草生えるわ。わたわた。よいしょ。生えてるな、草がな。草が陽気生えてるな。間違えた。よいしょ。最適なものがある。なにこれ、錆びた金属。木の扉、草花スコップ、鉄の斧、きた。よし、降りよう。ちょっと待って、怖いよ。ちょっとこれ降りるの怖い。おいしょ。よし、あとこれ。
んだがクエストに行けないね。よいしょ、錆びた塊かな。いらっしゃい。これで錆びた塊よりもよいしょ、紙菓子も欲しいのにね。よいしょ、一応クエストではあっちってなってんだけど見えねー。もう帰ろう、今日は帰ろう。ほい、ということでじゃあ今日はこの辺で終わらせてもらおうと思います。ありがとうございます。よいしょ、セーブして、よし、あー楽しかった。今日も結構進んだね。お疲れ様です。終わるよ。お疲れ様です。じゃあ皆さんお疲れ様です。いや今日も来ていただいた常連さん、初見さん、また明日もお待ちしておりますね。よいしょ、お疲れ様でした。よいしょ、またね、バイバーイ。よいしょ、おつびれ様でした。バイバーイ。おやすみ。YouTube からご覧の皆さん、どうぞ、右下の高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。おやすみなさい。